こんにちは、こもれびチューブです。今回はお盆休みに京都、美山に来ております。前回から360度カメラを使い始めております。この方法がより適しているかと思います。ところで美山もだいぶ様相が変わっており、かやぶきが減っております。ですが今も重要伝統的建造物群保存地区として指定されております。ですので航空法にのっとりドローン散歩は控えます。この右手が美山民族資料館です。ちなみに軽トラの左にある黒い犬小屋は美山一斉放水銃の核の鵜子です。かやぶきごとに一機備えられております。一斉放水は毎年春と秋に行われます。ネット上で見てください。この右もそうですね。左手に鎌倉神社の高台があり、そこからの美山全景がフォトスポットですが、暑いのでやめました。この水路が木になったので覗いてみました。天井川ですね。
この水路のへこみは滋賀の川端のようですね。川端とは家の中へ川の水や湧き水を引き入れる生活用水です。滋賀の針江地区に多く見られます。この橋からも茅葺きの里全景と川の清流が見られます。では、この辺で。